はい、どうも、宗谷海です。今パムカルチャーと平和道場にいて、なんと今日は、ボランティアスタッフ2期生の人たちに、ちょっとどんな人が今来ているのかっていうのと、今ここで1ヶ月ぐらいかな過ごして、どうだったっていうのを聞こうと思うので、よろしくお願いします。はい、じゃあ行くね。アナログでやってます。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。先どうぞ。はい、みやこです。私は長崎出身で、長崎から来ました。長崎では一応個人事業主で、観光の仕事をして、今は結構メインでライターとか、翻訳とか、旅のコンテンツクリエイターとして、いろんなことを、ちょっとコロナ禍で大変なので、いろんなことを、できることをやってました。で、去年ぐらいから、コロナのきっかけで結構サステナブルとかに、やっぱり地球に優しい生活とかをやりたいなと思って、で、エコビレッジとかパーマカルチャーとかに興味を持って、で、10月にちょっと千葉のこのいすみの方に来た時に、パーマカルチャーと道場、平和道場、で見学と、なんかもう面談することがこう流れで決まって、もうなんかこう導かれるように今ここにいます。ナイス、イエーイ。はい、京子です。私は5年ぐらい、学校卒業してから5年ぐらいトリマーをしていて、で、5年トリマーやって、ちょっとそろそろ独立しようかなと思った時に、なんか独立したらこれから先ずっと同じ生活かって思った時に、なんかちょっとなんか面白くないっていうか、なんかまだいろいろやりたいなと思って旅に出ることにしたんですよね。それが4年ぐらい前で、で、ここ4年ぐらいはいろんなところを転々としながら、なんか自転車旅だったりとか、徒歩旅だったりとか、バイク旅とかをしながら、結構各地のなんか農家さんとか、キャンプ場とか、宿とか、そういうところでお手伝いしながら、いろんなところを転々として暮らしていました。で、なんかその中でやっぱ自然がと動物が好きなので、自然の豊かなところに行くことが多くて、で、そういうところで生活しているうちに、なんか、自然と生きるとか、こう地球と生きるみたいなことが、なんかすごく自分にとって心地いいなと思って、で、なんかそれをもっと深くやってて、できるだけこう自然のものから自分で作っていろんなことをやっていきたいなって考えた時に、パーマカルチャーと出会って、で、なんかもう自然と暮らす方法、地球とこうなんか循環して暮らす方法みたいなのを知りたいなと思って、調べていたら、ここパーマカルチャーがボランティア募集してるっていうのを見つけて、ここに来ました。イエーイ、ありがとう。で、なんと今2人が座ってるのはですね、ちょっと脚立から降りると、このツリーハウスではないんだけど、ツリーデッキっていうのを、じゃーん。はい、寝れてる。はい。を、みんなで作ったんだよね。もう2週間前だよね。じゃんじゃん。アーリーさんって沖縄からの、素敵な、助っ人を呼んで、みんなで、もう即席で、ね、なんか、もう彼が適当にっていうか、もうそこで紙に書いたプランをなんかみんなで見ながら作ったっていう。で、子供たちも参加してね、この竹も微数値したのも子供たちが一部、やったりして、本当にいろんな人が参加して、なんていうのかな、誰でも参加できる形でデッキをどんどん作っていって、まあうちの娘がこの変な黒いなんかアートちょっと俺のテイストではないんですけど、みんなそれぞれの表現を出したりして、ちょっと失敗もしながら、失敗しても大丈夫な感じの、そういうようなね、失敗に名前が書いてあります。っていうので、こういうのを作ったりしてきた中で、ちょっとだけ二人が
ね、ここまで過ごしてきた感想とか、こういう学びがあったとか、こういうなんかチャレンジがあるよとか、そういうのをなんか聞かせてもらえたらなと思うんだけど、どうですか？俺の腕がだんだん疲れてきたから、あんまり長く持ちたくない。チャレンジ、感想、まあ感想は、私はまあ長崎なので結構田舎で育ってきたけど、なんか自然の中に入って生活するっていうのはあんまりやったことがなくて、でなんかこう、そ、農作業もそうだし、そのなんか物を直したりとか、なんか、なんだろうな、こう、なんか畑がそこにあって、で古民家で暮らしてっていう生活をなんか憧れてたし、まあ、ちょっとここに来たことでなんかいろんなやりたいこと、まあ、例えばね、さっきもやってたけど、あのフルーツがなってるのでフルーツ工房をやりたいなと思ってて、ここにはこう果実もあるし、そのなんかまあ自分で調べればやり方もなあるし、でそれをこうできる環境があって、で、まあ、パン作りは結局なんか結構みんながやってるから、そう影響されてパン作りたいってなって、で、ね、作ったことないし、パンも酵母も作ったことないけど、ゼロからそうやってや、まあ、この、ね、小屋作りもそうだし、今までちょっとやりたいなって思ったことが実現できる場所がここにはあるなと思って、いろいろ新しい体験をいっぱいしてます。あのパンのその酵母はあれだよね、柚子と夏みかん酵母を作ったのか、まだ柚子酵母か、うん、柚子酵母で作ったパンをさっきみんなで味見しました、うん、しかもロケットオーブンで焼いた、はい、ナイス、ね、で畑はこんな感じです。今ここがマンダラガーデン、順調に行っています、うん、奥のあの青いところにももう一個ガーデンがあります。私も結構みやこと似ているんだけど、なんか私もとりあえずこう自然のものを使って暮らすとか、畑がある暮らしとかに結構憧れてて、なんか外っていうか焚き火とか、そういう結構キャンプとかは好きで、なんか外でキャンプして焚き火をして調理してとかあったけど、やっぱそれってなんかその日限定のもので、なんかイベント的なものが多かったんだけど、やっぱりここにいると暮らすっていう中で火を使って調理したりとか、そういう体験がすごい楽しくて、私はロケットストーブにすごいハマっていて、なんか毎朝起きたらロケットストーブで湯を沸かすっていうのが日課になってるんですけど、それが日に日に自分のなんか火を起こす火力を上げる腕前がちょっと上がっていってたりとか、こうどの木が燃えやすいのかとか、そういうのがねだんだん分かってきて、それがすごく楽しいなと思ってて、でそうやっぱこの畑もあるから、朝起きてとりあえず畑の水菜をむしって食べるとか、そういうなんか身近に食べ物がそのまま生えてる、食べれる食べ物がある暮らしをすごい楽しんでいて、やっぱりちょっとやりたいことを何でも挑戦できる、この間こう初めあと道具も初めて使う道具とかもたくさんあったりとか、まあ、使ったことはあるけどそんな駆使して使ってないから、そんな使い方上手じゃなかった道具がノコギリとかも斧とかなんだあのナタとか、そういうのがもうどん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 使えるから、すごい自分にスキルがついていくのをすごい実感に感じられる場所だなと思いました。なんかあとは結構今回ボランティアスタッフ3人いるけど、3人とも結構タイプが違って、なんかそういろんな考えとか刺激を受けれるのがやっぱりすごい楽しいなっていう感じですね、うん、もう一人ね男性がいるんで、あ、そうそう、女子だけじゃない、ミスター X というか、はい、なんかここで暮らしてて、なんかあの試されてることとか、なんかやっぱり難しいって感じてることとかは、うん、あでも最初人間関係難しかった、うん、なんかやっぱりこう私もシェアハウスとかゲストハウスとか、うん、あのいろいろあのバックパッカーズとかいろいろあの泊まって生活はしてるけど、共同生活はしてるけど、うん、朝から晩までなんだかもう人と一緒に何かをするっていうことがあまりなかった、やっぱり自分の時間っていうのがあるけど、うん、ここはやっぱりこう作業も
朝起きてから作業もご飯も、まあ、晩ご飯みんな一緒に食べるから、なんか結局一日中ずっと一緒にいて、やっぱ自分の時間を取るのがやっぱこう母屋とか、まあ、小屋とかあるけど、まあ、ちょっと難しいなって思う時があって、うん、まあ、そういうところでちょっともしかすると一人が好きな人はもしかするとちょっとあの工夫が必要かもしれない、うん、自分で時間を上手に取れれば全然、うん、最初作業もなんか3人で結構みんな同じような考えを持ってきてるはずで、同じようにやるはずなんだけど、やっぱやったことあることとかないこととか、なんかこうやった方がいいんじゃない、ああやった方がいいんじゃないとかが結構食い違ったりとかしてで、なんかそう、じゃあどうするみたいな、なんかずっとそうごちゃごちゃしたりとかした時もあったけど、まあでもなんかそう繰り返しやっていくうちに、大体みんなの個性とかみんながどういう方向性でやりたいかとかが分かってきて、なんかそう、それを知るのも、あ、そういうやり方もあるんだっていうのも、結局やっぱそれが面白いにつながっているけど、でも最初はちょっと大変だった、そのみんなの意見が合わないみたいな、うん、なんか大変だったかな。私はでもそれぐらいかな、あとは楽しかった、楽しい全部ナイス、うん、じゃあ最後のあの一言ずつあればあの聞かせてほしいけど、うん、まあ例えばまあボランティアね、ボランこれ一応ボランティアスタッフのお誘いも兼ねて、なんか学びの収穫とか、こういうことは道場で起きてるよっていう発信とともに、あの次のボランティアスタッフ募集っていうのを今やっていて、1月からの、まあそういう人に向けてなんかある一言。いや私も結局こうなんかこういう生活やりたいって思ってたけど、やっぱきっかけがなくて、うん、でこう一歩を踏み出せないっていうところがあったけど、まあ、たまたまそのここにこうあのパーマカルチャーと平和道場に来ることになって、やっぱやりたいこととかちょっとやってみたいなって思うことが実現できて、あ、こうすればいいんだ、ああすればいいんだとか、あとはなんかやりたいことを少しずつ小さなことをやっていくと、ちょっと成功体験がやっぱ積み重なって、あ、なんか自分でもできんじゃないみたいな感じになって、うんうんうん、でやっぱりこうこれがきっかけになって、多分私はまあ長崎とかに戻ってまた違うことというか自分のことをやっていくとは思うんだけども、ここの経験っていうのは、まあ、今後必ず役に立つとは思っているので、何か自分のこう何かを変えたいって思ってる人は、まあ、2ヶ月っていう短い期間なんだけども、いいきっかけになるんじゃないかなと思ってます、まあ、いい面も悪い面もあるかもしれないけど、全ては学びだと思っているので、もしかしたらね、ちょっと興味あるなっていう人は一回来てみたらいいのかもしれません。曖昧だなそんなちゃんとしたこと喋ると思ってなかった、うん、いいよ、何でも、うん、一言でいいよ、全然好きな一言で何喋ろうとしてたかもちょっと忘れちゃった、うん、お誘い、あ、そう、来たら楽しいし学びになるし、あとなんかその技術的なこともだけど、やっぱりこの宗谷海さんとかと一緒に暮らせるっていうのが私はすごいなんか、うん、経験としてもう自分の精神面にもすごく、うん、精神面とか考えることとかにも結構いい影響、大きな影響がもらえるなと思ってて、なんかやっぱり私は結構こういう生活がしたい、好きだししたいけど、こう自分がそういう生活をしたいだけなのか、もうみんなしたい、こうするといいよって広めたい気持ちもあるのか、ちょっとよくわからないみたいなところがあったけど、やっぱ海さんは活動家で、なんかそういう思想だったりとかも、あと社会で起きてることとかも私は知らなかったから、そういう話をやっぱり聞けたりとか教えてもらえたりとかする、うん、それがすごい大きなことだったりもしたから、うん、したので、なんかそう経験だけじゃなく、体験だけじゃなくて、そういう結構考えることだったりとか、うん、そういう経験もできる、うん、そう、活動家をすぐ近くで見られる活動家がいるそれもやっぱりね、すごくいい経験ですね、はい、確かにそんな経験ができる素敵な場です、はい、はーい、ありがとうございました。じゃあまたね、Thanks for watching the YouTube video. YouTube 見てくれてありがとう。
僕の活動とかあのパーマカルチャーと平和道場をあの応援できる人、応援したい人、あのぜひぜひあの説明、映像の下の説明の部分を見てもらえたら、あのその応援の方法が書いてあって、でみんなの応援が僕たちの活動 の, あの本当に栄養になってるので、あの一緒にこういうあの素敵な世界をあの作っていけたらなと思います。 Alright, just see you next video. Bye!